ベストハウゼンは、ドイツビュルテンベルク州シュトットガルト行政管区の、オストアルプ郡に属す、町村である。ベストハウゼンは、郡庁所在地のアーレンから 10km、大規模郡都市のエルバンゲンから 12km の距離に、ある。西は、アーレン、北西は、エルバンゲンと接している。ベストハウゼンは、ヘルツフェルト辺縁部のヤクスト川の谷に位置している。 町の高度は453メートルから723メートルの間である。最高地点はベラーシュタインの海抜723メートルである。アウトバーン A7 号線を横切ってヨーロッパ分水海がシュベービッシュアルプを通っている。町の北部の水は小川からライヒエンスバッハ川やエーゲルスバッハ川を経由してヤクスト川、ネッカー川、ライン川を檻北海に注ぐ。 町の南部では、水脈は初め地下を流れる。やがて目に見えないような小さな流れとなって地上に現れるが、石灰岩のカルスト地形によって目に見える川となる。ブレンツ川やエーガウ川を通った水は、ドナウ川へ向かい、最終的には、国海に至る。自治体としてのベストハウゼンは、ライヒエンバッハ、バイアースホーフェン、ベストホーフェン、フランケンロイテ、ヤクストハウゼン、 ハルトブックシートルング、立派派の各地区からなる。インマーホーフェンは2017年6月2日まで独立した地区であったが、その後、バイアースホーフェン地区に併合された。州統計局の2015年現在のデータによる。この村はおそらく700年から900年の間に中世初期の入植地としてフランク人によって建設された。 ベストハウゼンの名称は、西の家屋群といった意味のウェスチャソンに由来する。最初の文献記述は、エルバンゲン修道院の1136年の財産目録である。立派派は主にエッティンゲン家に属したが、ベストハウゼンは、エルバンゲン修道三次会所校領に属した。帝国代表社会議主要決議に基づく、売信家と世俗家により、両村落は、 ビュルテンベルク王国領となり、オーバーアムとエルバンゲンに属し、1938年にはアーレン軍に編入された。1945年4月、リッパハ地区で戦争犯罪が起こった。第二次世界大戦後この村は、キューコリスベルケを利用して、人口約3000人にまで成長した。1973年の軍の再編以後、この町はオストアルプ軍に属している。 1972年1月1日に、それまで独立した町村であった立派派がベストハウゼンに合併した。宗教改革はベストハウゼンを素通りした。この町には、現在も2つのローマイコールカトリック教会が存在する。約1000人の福音主義信者は、1957年からクロイツ教会で独自の礼拝を行っているが、ラウフハイム教会に属している。 この町はベストハウゼンに本部を置くカプフェンブルク自治体行政連合に加盟している。ベストハウゼンの町議会は16議席で構成されている。ヘルベルト・ウィッツァニーは1985年に67.7%の票を獲得して町長に初当選し、1993年、2001年、2009年と再選を重ねて町長職を務めた。 二千十八年二月十五日からマルクス・クのプラウフがベストハウゼンの町長に就いた。彼は二千十七年十一月十九日の選挙で七七十点パーセントの支持票を獲得して町長に選出された。三十二年間町長を務めたヘルベルト・ビッツァニーはこの選挙に出馬しなかった。ジルベスターレイハイドを因縁方編のマリエンレイハイドを最も有名なベストハウゼン料理はおそらく ザックシュルプファーと呼ばれる小さくてとても軽いハーフェゾップフである。これはとても柔らかい生地から作られる。伝統的なマウルタッシェはベストハウゼンのどのレストランでも買うことができる。これは大きなミートパイで秘伝のレシピが店ごとに代々伝えられている。ベストハウゼンは連邦アウトバーン A7 号線のアーレン、ベストハウゼンインターチェンジに直接つながっている。 連邦道 B29 号線で往来することができる。A7 号線を三車線の東半路から解放するために1987年にベストハウゼン町内にアグネスブルクトンネルが作られた。さらにベストハウゼンは軍道計3319号線を経由して大規模軍都市エルバンゲミア連邦道 b 2 9十号線に接続する。また、ベストハウゼンには リース鉄道の駅がある。ベストハウゼンの重要な雇用主が工具製造業者のアペックスツールグループでこの町に組み立て工場とヨーロッパ向け中央支店を有している。またジオデータ GMBH はバーゲ産業地区にヨーロッパ本社を置いている。オストアルプ PA も多くの職場を提供している。この会社は大規模なイベント向けの大手事務所として知られている。 ベストハウゼンには2012年からゲマイシャフ印シューレとなったプロプスタイシューレと精神障害者のための養護学校やクストタールシューレがある。この他に町立幼稚園が3園とローマイコールカトリック教会が運営する幼稚園が1園ある。ありがとうございます。